リョーバです。リョーバです。こんにちは。ナンバー129129です。ね、次130になるのね。まあそうだけどね。うん、これこの日前回でおまけでご紹介したあの小樽水族館に行った帰りに、うん、オーセントホテルっていうところでお茶してケーキ食べて、はい、それから、夕方の、新しい私たち初めてのフェリー、うん、新日本海フェリーラベンダーっていうお船に乗るんで、ここからだいたい10分ぐらいなんですけど、はい、あの向かうことにしました。港にね、港に、まあ、ちょっとお時間早かったんですけど、小樽の街を見ながら、そうそうそう、小樽の街ってあのここあの賑やかなとこから離れてるから、うん、運河のとこはもうすっごい 人とあれで大変なんだけど、うん、ちょっと外れると結構ね、うん、でなんか新旧入り混じったいい感じね、うん、でも建物がだいたい少ない、うん、もっと運河のところはうんちゃかうんちゃかうんちゃか人もいっぱいじゃない、インバウンドが最近、うん、ね、こんなになんかすっきりしてない。あ、小樽って言えば映画なんか12月ぐらいにね、海の沈黙っていうのがやっぱり小樽の街が出てくるのよ。あ、うん、海の沈黙ね、うんうん、小樽ってでもあの北海道が開拓され始めた頃って結構どっかからこうやっぱり船で来るから、うん、あの結構開けたんだよね、入り口っていうかね、入り口で ねあのトンデン兵とかなんかも、ね、今回は私たちは出口してね。で前からここからフェリーが出てるっていうのは知ってたんですよ、うん、秋田行ったり新潟に行ったり ね、あのあと舞鶴とかね、駿河とかね行くんですけど、でもあのいつも私たち東大に行かなきゃいけなくて大間の方を通らなくちゃいけないので、いつも北海道からバイバイするのは、うん、大間から、あ、大間じゃない、函館から大間に行くってね。だからあれもよく乗りましたね。そう、今回は苫小牧から同じので戻るか、うん、でも小樽の行ったことなかったので、そうそう、小樽でちょっと遊んで、うん、お友達にも会って、うん、で新日本海フェリーに乗ってみたかった、うん、これも乗ってみたい、ね、知らない船もねいくつか乗ってみたいもんね。そうそう、それでたまたま私たちがこれ乗る日ぐらいに、うん、前前後かな、あの NHK の72時間っていうあのドキュメンタリーみたいなプログラムがあるんだけど、うん、そこでこれ放送されてた、うん、あ、本当に、うん、72時間して、だからここの中で働いてる人とかそういうの、うん、乗ってる人、だから乗ってる人の小樽、あ、新潟小樽、うん、新潟だからこう、うんと、ほらこれ大体10何時間かな、うん、16時間なんかそれぐらいだから、うん、行ったり来たりのを映してたの、うん、あ、そうなんだ、うん、で、あなたはなんで乗ってるんですか、ね、ああ、なるほどね。どういう人が多かった？うん、一人旅の人も多かったし、うん、あと、あ、お仕事の人も結構多かった。やっぱりそうなんだ。この船ってだって乗る船ってさ、なんかトラックが異様に乗るんだよ。多かったね、うん、あの駐車場にトラックがすごくいっぱい止まってたんで、それはびっくりした私。そうなんですね、はい、この日、あ、うんと、この日からちょうど海の日、ね、海の月間だった。海の月間、うん、海の日はもうちょっと後だったんだけど、月間7月ね、うん、10ずっとなっててっていう感じでね。でここの新日本海フェリー関係のターミナルって、うん、あのちゃんとなんかお茶したりお土産買ったりできる、お土産屋さんが充実してたね、うん、だから時間私いっぱい買った、時間潰せた。でもどう、天気が本当になんか雨降っちゃってね、えちょっと中途半端なお天気でね、うん、風ビュンビュン吹いてたし、そう、お船どうなることやらっていうね。うで、だからまあ私これ乗って、うん、あ、乗ったらね、なんかすぐ動いたよ。大抵待たされるね、うん。で、またなんか知らない方行くから、いやだな、どこ行くんだ。結構あのすぐ船に行かないでぐわーそうそう、ぐわーって走ったのね、こうやって見るとね。そうなの。で、やっぱりトラックをずっと越えてくのね、うん、そうなの、うん、それで
真正面、どっちかっていうとね、雨がだからね、これでいうと右から左に吹きつけてたのかな、うん、あ、そうなんだ、うん、だからワイパーはちょっと取っちゃってるんだけど、カタカタしてるんだけど、うん、なんかね、一応右に船が見えてきたのね、うん、それでちょっと映してみようかなと思って映したら、ほらすぐやめちゃった雨粒がなんといいこと、雨粒に、うん、雨粒の中にこうどぼっと入ってるって感じがする、雨粒にカメラの焦点があった、うん、そうかそうか、なるほど、だから余計ちょっとね、うん、それでいつもだと手続きのところに行って、うん、今回だったらだから新潟行きみたいな紙もらうんだけど、うん、今回違うね、フロントのところに置くのもね、いつもだったらね、船が誘導するんで、船入ったら窓開けてください、はい、事前にプリントアウトした、うん、QR コードだけ、 QR コードピッてやって、わお、もう現代ね、何でも QR コードになっちゃってるの、でもしそれができない場合どうするの、さっき受付あったじゃない、あ、だから受付でもらえばいいのかな、そういう人は、うん、QR か、きっとコードのついた乗船券もらえば、ありました、うん、初めてでも私そういう風にすればよかったと思って、なんでチケット欲しいもん、あ、そうよね、うん、あー、なるほど、今まず切符って言おうとしちゃった私がいつも切符とかね、写真機とか言ってるからいけない、はい、失礼いたしました、チケットでございます、でこれやっぱり広いのよ、だって、うん、トラックは100何台乗るし、一応乗用車22台、トラック150台 OK なのよ、うん、で乗用車が一応22台、でも、ね、もっと入ってる、もっとトラック分がなんかあれして、うん、ただだからね、くねくね行かないで1回ぐるっと回って、うん、そんなにねズズズって行かなかったもんね、そう、ただねこれあともうちょっとしたら分かるんだけどね、ここね3列止めさせたいの、乗用車は3列にね、うんうん、だからねもうなるべくこう左によれ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 さあ今から始まりますよ、それがだから左に思いっきり寄ったから、うん、あなた帰り乗れなかったもんね、そう、ね、運転席からまたいで乗りましたそう、なんかもう影、うん、壁際に、そう、壁際に寝返り、でもほらこの人うまいのよね、なんかすごいダンスみたいにそう、もう素敵な誘導、お、いいですね、いいですね、この誘導が素敵素敵、スタート、はい、ぶつかんなかった、はい、で、ここ上に見えてたここ歩いたんでしょ、そう、あそこずっと長く歩くのね、うん、迫力ありました、歩く歩道もあったけど、ちょっと私はこれ映したいなと思ったから歩いたのよでも船の大きさがそれだけある、そう、船がいかに大きいかっていうことよね、長さがね、うん、長さいくら、長さね、20っていうことね幅だわね、長さ変えて200メートル近いもん、197.5 メートル、200メートルって言ったら結構あるものね、うん、車で走っててもね、うん、それで乗りました、はい、で駐車場が多分2階か3階だと思うんだけど、うん、456がお部屋のね、お部屋とか施設が、旅客の人たちの、うん、人間様が犬もいるかもしれない見かけなかったね、今回見かけなかったね、ほらサンフラワーは多いよね、ワンちゃん用のところがあったりなんかしててね、一緒の人たち結構いたけど、あ、そうだ、今回は見かけなかったね、どういうわけかないのかな、わかんない、でももしかしたらケージに入れて車のところに入れてくれたとか、かもしれないね、まあそしたらワンちゃんかわいそうだもんね、いや、そんな勝手に決めつけだって決めつけちゃいけませんわだって大抵調べてみないとそうだね、はい、でここ小樽から私たちは今回新潟まで行きます、はい、なぜかというと新潟から私たちはお家に戻るのがとっても楽ちんだという、距離はあるけどね、でもほら大阪に着いて500キロちょっと走るよりは新潟に着いて300キロちょっと走る方がいかに楽か、なんで大阪と比べるだって大阪に着いた時も1日で帰ってきたし、新潟に着いた時も1日で帰ってくるじゃない、ね、ノンストップで普通北海道から帰る方法としては、あと苫小牧から大洗いがあるんです、まあ、北海道はね大洗いだと大洗いだと大変です、一泊しないと落ち着かないという、
嘘、お笑い、お笑い、あ、お笑い3時間ぐらいで帰れる。あ、お笑い超呼ばれて笑って、超お笑いしちゃうよ。お笑いの大間の方と間違えちゃった。大と大が大、同じ大ってつくから間違え、大間違い、失礼いたしました。大笑いだと、うん、あ、すぐだもの、ね、すぐなんだけど、もうラッシュにはまっちゃって、そう、結局は時間かかるのよ。そう、なんかね、つまんないから。で、まあ、乗って今、うん、あの出航したんですけど、今回606っていうお部屋、はい、でちゃんとあのバルコニーもついてて、うん、ただ椅子とかテーブルがなかった。 あるけどちっちゃいのがね。あ、こういうのにね、それで、あ、外にね、うん、外に椅子がなかったっ、うんうんうん、それでお水とかお菓子とか、うん、そういうあとアメニティとか、うん、そこに一切なかった、うん、いいじゃない、なくて、うん、だからその分安かったどっち取るかね、うん、どっち取るかね、うん、大きさ大して変わらないんだけどね。でもまあだからそのお船お船によって特徴があるということなのかな、うんうん、もしかしたらね。結構吹き抜けになっててね、綺麗だったよね、うん、で、ここ映ってないけど、なんか皆さん慣れてる人はその72時間でもよく往復してるっていう人がいたんだけど、うん、慣れてる人も多いみたいで、お寿司買ってきて広げてたでしょ。そうなの、出航する前にもう宴会して、うん、で出航する時には宴会終わってたのよ。そうなの、あれ理由は分かったね、後でなぜそうするかっていう理由、とってもよく分かった、うん、でもなんかまあ全然そういう私たちはそんな予測もせず、はい、ピーヒャラピーヒャラ遊んでた、ね、ここまでは遊んで、うん、あ、そうだ、ここにレストランがあるからちょっと豪華にお食事しましょうよ、海の上でって。これでもう今回の今年の北海道旅行最後だから、そうちょっと奮発して6000円、豪華に可愛いもんかしら。 それでチャールさんのここ綺麗なところ、ね、レストランじゃなくてグリルに行ってで食べたんですよ。そうコースを、さっきの奥の方の、はい、でもこれはコースの、これは半分なのね、ここまで。でもこれで私たちはストップしてしまいました。なぜかというと、うん、見た目は全然揺れてないのに見事に揺れたのよね。もうね、初めて座ってられないんだもん、うん、座ってはいたけど座ってはいたけどもう何にもできない。あの本当お吸い物の後、うん、もメイン食べちゃったら私動けなかった。だからメインは私たちはね食べずに、そしたらなんか最後のあのご飯だけはお部屋に届けてくださってね。それでトラベルミンが救世主でした。はい、朝になったら元気になりました。でも懐かしくない、トラベルミンって小学校の頃。そうだよね、もう小学校以来だ、トラベルミンの。私も本当にで朝でもすっきりだから、おかげさまで目が覚めて、うん、寝るとやっぱり大丈夫、うん、それとも揺れが止まったのか、どっちか揺れも止まったけど、うん、朝風呂って気持ちよかったわね。あのから外に露天じゃないけど、そうそうそう、外のお風呂があって、うん、もう本当に日本海でお風呂使ったっていう、すっきりして贅沢。それでもあの朝ごはんどうしようかったら、うん、その昨日の残りのおにぎりのお茶漬けがあったんで、それを朝ごはんにして、軽い朝ごはん、私たちにしてはすっごい軽い朝ごはんで、これ着くのが9時だから心配してたのよね、朝早くてどうしようって、うん、だけどさっさと起きられなくて寝ちゃったから結局ね、うん、結局早く起きて、はい、でもこうこれほとんども新潟港、もうちょっと前に起きる予定だったの、起きれなかったという、うん、慌てて新潟港を移して、はい、ちょっと慌てんぼうでした。これだからもうちょっと本当はこの外とかね、うん、過ごせたのにね、そういう余裕がなかったもんね。笑ってごまかしてる、もしかして。いや、気がついたらもう新潟近くなってるんだもん、うん、もうあの結構なんかあの港のこうなんていうのかな、エリアが大きいから入ってったのね、もう、ね、でもあれね、ラベンダーって結局カタカナで書くのかと思ったらひらがなで書いてあったね。でもサンフラワーもひらがなで、みんなどうしてそうなんだろう、ひらがなで。で下に着きました、はいはい、で真ん中の列からもうさっさと降りて、うん、これ降りるのも早かったよね、これだから、あ、もうそんな待たずにね、うん、すぐスーッと降りれて、はい、新潟です。懐かしき新潟です。でもあのここの新潟港はね、うん、フェリーターミナルはね、あのあれとは違うんだよ、あの佐渡に行くお船が乗る、あ、そっか、あそことは違うのね、うん、ちょっと離れてる、うん、こっちの方がもうちょっと北より、あ、なるほどね、うん、うん、
これに乗ったんです。はい、バイバイあっさり言っちゃう。でもなんかこう楽しめなかった分リベンジするぞみたいな感じ。そうね、今度はねお寿司買ってね、そう出航の前に食べてね、うん、揺れるなら揺れてみろ、お風呂入っちゃうぞっていうそういう過ごし方をする。あの、はい、揺れて大変な思いしたけど、うん、この船嫌だと思うの全然思わないもう絶対なんか絶対来年も乗ろうとか思う ね楽しかった。 それにほらあなたなんか美味しそうなパン売ってたんですって。あ、そうそうそう、焼きたてパン売ってる、クロワッサン売ってた、ね、これを買いそびれてるから、うん、このまま買わなくちゃった。そうそうそう、今度はもう、うん、はい、今度はもう酔わないようにして、はい、でもヘギそば帰り美味しかったサービスエリアで、ね、サービスこれもソフトクリーム美味しかったねで次回はですね、またあのフェリーです、はい、でも今度は北からポンと飛びました。もう南行きます、はいはい、大阪港から志布志市ってあの鹿児島県に、はいはい、行きます。サンフラワーなんですよ、はい、またそれは次回ゆっくり行きましょうねでもサンフラワーなんですよ、はい、お得意の、はいはい、お楽しみにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。サンフラワー夜から昼ワンピースです、はい、楽しいです。